今回登場した全文章は詳細欄に記載しております。あらすじ、共和党、民主党によるアメリカ社会の対立、覇権主義国括弧中国、ロシア、北朝鮮、中東、アフリカ諸外国と民主主義国家括弧日本、アメリカ、UK、一部を除く EU など主に先進国との対立、ロシアとウクライナの戦争など、一部のメディアで、対立を憂う特集が組まれることがあります。焦点は、対立をネガティブに表現することにありますが、多数の人族とは対立する生き物であり、対立をネガティブに表現する行為は、多数の人族の自然な振る舞いを否定することにつながります。この文章を通じて、多数の人族はなぜ対立するのか？どうして多数の人族は対立をやめられないのか？対立することの利点を解説します。対立が鮮明化した背景。これは2016年アメリカ合衆国大統領選挙において、民主党のヒラリー氏を抑えて共和党のトランプ氏が、ジャイアントキリングしたような結果になり、なぜトランプ氏はアメリカ合衆国大統領になれたのか？の分析から始まります。この結果、アメリカ内陸の田舎に住む、中間から貧困層の白人、プアーホワイトと呼ばれる層や、短期的な自分の利益を優先する層、いわゆる自国優先主義がトランプ政権誕生の一助になったのだと分析されました。ここから分断という言葉が一部、もしくは多数のメディアで注目されるようになります。なぜ、分断はネガティブな切り取られ方をするのか？多数が同じ方向を向いている方が国家運営は安定します。2016年のアメリカ大統領選挙のように接戦での共和党の勝利となった場合は、共和党寄りの政策を実行する場合、大差で勝利した場合に比べて多くの不満を抱えることになるからです。これは国家の不確実性を高め、国家運営の問題が発生する確率が上がるからです。高度に発展したネット社会の台頭。スマホと SNS、インターネットの急速な発展。スマートフォンというアヘンを知ってしまった人族にとって、スマートフォンのない時代に逆行することは多数の人族の利便性を大幅に下げます。スマートフォン以前は、日本の電車内で本を読んだり雑誌を読む人族が少数存在し、空を見つめる人族がいくつか存在しました。ところが今は、圧倒的大多数が電車内では暇つぶしにスマートフォンを利用しております。便利で気軽に暇をつぶせるスマートフォンは我々の人生になくてはならない最高の機材になりました。SNS の影響力。スマホ以前は社会に影響力を与えられる人材は限定的でした。以前はメディアに露出するチャンスのない人材はほとんど社会に影響力を与えられません。しかし2022年においては、高度に発展した SNS のおかげで、より多くの人族が影響力を与えられる可能性を持つことができるようになりました。また、メディア、エンタメの多様化により、人族が共通の情報を得ることが以前と比較して困難になりました。多数の人々は、自由な時間に、自分好みの情報やエンタメを消費することのできます。また、自分の価値観と合わない情報を遮断することのできるとても贅沢な社会を獲得できたのです。結果、デジタルネイティブと呼ばれる世代に対する TV メディアの影響力が起きたことで、人々は、社会において共通の話題を少なくなりました。また、スマートフォンなどのデジタルツールに学習コストを払うことを忌避するおおよそ1960年生まれよりも古い世代の多数は、依然として情報源を既存のメディアに依存しております。結果、1960年をおおよその境にして、これらの世代での情報格差が生まれることにもなります。これも当然分断する要素の一つとして、社会に影響を与えます。選挙結果で自分の価値観の候補が負けたら、不正があったと申告する、トランプサポーター。2020年アメリカ合衆国大統領選挙において、トランプ政権が再選できなかった時に、トランプ支持者、MAGA カッコメイクアメリカグレートアゲイン陣営と呼ばれる熱狂的なトランプ支持者は選挙に不正があったと訴えました。ここで私の人族を俯瞰する場合のものの考え方を説明します。このものの考え方は、あくまでも一つのものの考え方なので、このものの考え方を支持しない人族が現れる可能性がありますが、あくまでもそういう物差しを持つおまんじゅうが俯瞰するとそうなる。ということで解説します。社会や価値観は平均化する。言い換えると、政治家全体の質を高めたいのなら、その国の国民全体の質を高めなければならない。というものの考え方です。というのは、アメリカのようなある程度歴史のある安定した民主主義国家で、なおかつ法整備がある程度安定している国家では、アメリカ国民の誰もが政治家になる可能性とチャンスが与えられています。アメリカ国民全体の人々の思想や個性は法律を破らない範囲内で最大限保障されているので、極端なことを言えば、白人至上主義のような過激思想だとしても、法に接触しなければ黙認されます。論点はこのような国民の自由が多く保障された社会や国家では、アメリカ国民全体で右や左に過激な人族が 2%、グラデーションを持って中間的なものの考え方や価値観を持っている人族が 96% 存在した場合は、おおよそ政治家も、右や左に過激な政治家が 2%、グラデーションを持って中間的なものの考え方や価値観を持っている政治家が 96% になると仮説を立てることができます。これが、〇〇という派閥やグループ全体の質を高めたいのなら、その国の国民全体の質を高めなければならない。という意味です。話を戻します。
一部の人族は不正をする生き物なので不正があったかどうかはわかりませんが、大統領選挙において不正が行われていた可能性はあります。後から他国がアメリカ大統領選挙の投票に影響力を与えるような工作をしていたとの暴露も出ていることから、常に何らかしらの不正が発生している可能性は濃厚です。ただし合理的に考えると、民主主義国家では、多様な価値観を法律に触れない限り表現することが可能であり、こういった個人の自由の裁量の広い国では、民主党支持者、共和党支持者が素手で殴り合うことのできる環境が存在します。このような場所では、民主党支持者だろうが共和党支持者だろうが、お互いに一部の人間は不正をしますので、不正がもしもあったとしても、合理的に考えるならお互いの支持層の一部か秘密裏に行う可能性があるので、投票結果に与える影響は平均化する可能性が高い。と仮定できます。もちろん振ったサイコロの目が、どちらかの陣営に大きく組みする可能性も否定できませんが、空から森を俯瞰する場合はサイの目が大きく跳ねる可能性はあるが、サイコロを振れば振るほど、確率は平均値に収束するので無視するものとする括弧確率論。となります。結論は、共和党、民主党、国に関わらず、不正をする人族は存在し、それらの人族がお互いに不正を仕掛ける可能性があるので、民主主義が機能している国では、相手の不正だけを非難するのは非論理的である。ただし、運命が大きくどちらかに触れる可能性は否めない。しかしそれらの大きくぶれるような不正行為の中で明るみに出た現象は、民主主義国家では自浄作用がある程度働き、第三者の目によって影響力チェックが行われる。2019年の大統領選挙においても、共和党支持者が明るみに出した不正だと思われる事象はある程度精査され、選挙に与える影響はなかったとの報告が出ている。しかしながら、一部、もしくは多数の負けたトランプ支持者の人々の欲求不満は、何らかの形でガス抜きしなければなりません。すると彼らは、不正があったから負けた、不正さえなければ俺たちは勝ってたという理論を構築することで、欲求不満をある程度解消することができます。一部、もしくは多数の人族の自然な振る舞いとして、接戦で勝敗が決まってしまった場合、負けた人族の欲求不満は最も高くなってしまいます。なぜならあとちょっとで勝てた、と思いますし、不正があったという仮説を後押しすることになるからです。これが、圧倒的に負けてしまった場合は、不正があったとしても巻き返せないので、負けた陣営の一部の人族の欲求不満を抱える大きさは小さくなります。また、トランプ支持者の中に世界に数パーセント程度存在する陰謀論者の存在もあります。彼らの一部は、自分にとって不快な現象を陰謀だと処理することで、自身の人格を保護する傾向があります。そういった傾向を持っている陰謀論者に対して、どんなに客観的な情報を提示しても、それら全てを陰謀だと決めつけて、受け入れることを拒絶しますので、何を言っても是非もなしであり、分断を助長する要素の一つとなります。一応、仮に不正があったとして、その不正が行われたと思われる数の投票結果を無効、もしくは共和党陣営に付与したとしても、選挙結果は覆らないという判決が出ている州もあります。これらは民主的なプロセスを得て選ばれた人族が判定した結果ですし、仮にそれらの影響が政権与党に有利な判決になりやすい、政権与党が判決結果に影響を与える要素が大きいと言われていたとしても、過去に共和党が政権を取っていた時もあるわけです。その時には、共和党は僅差での裁判判決において、判決結果に対して影響力を与えられる立場にあったわけです。要するに、その瞬間での時系列で現象を俯瞰すると、どちらかの陣営に対して組みするような不合理に見えますが、10年単位で俯瞰すれば、お互い様だと言えます。しかしは多数の人族は、短期的に結果を判断しますし、一部、もしくは多数の人族は信じたい情報しか信じないので、是非もなしです。これら少数の価値観を持った人族の一部が、積極的に SNS でコミュニティを育てることをした結果、以前であれば影響力を与えられるまでのグループを形成するのに数十年かかるところを、数年規模で、ある程度社会に影響力を与えられる規模のグループを形成する可能性を取得できる環境が2000年代の社会には存在します。手軽なネット環境と、SNS、これが分断を考える上でのキーワードとなります。